本日突然なんですけれども、今日髪の毛を切りに行きたいと思います。ちょっとね、髪の毛は1年半伸ばしてるんですけれども、ちょっとそろそろ切ろうかなと思ってまして、もうこれくらい、分かりますかね、見えますか、取り方がいい、これくらい伸びました。はい、というわけで髪の毛を切りました。いや、時間も髪も長かったですね。今回ヘアドネーションをしようと考えていて、ヘアドネーションというのは病気で失った方たちに、寄付した髪の毛で医療用のウィッグを作ることなんですけれども、髪の毛の長さが31センチ以上必要なんですよ。こちらが今回寄付する髪の毛です。まあ、全体は残念ながらできなかったんですけど、まあ、8束ぐらい取れました。まあ、こちらをジャーダックさんに寄付したいと思います。こちらの髪の毛でいいウィッグが作れることを心から願ってます。それでは今回の動画は以上です。ありがとうございました。